今回はこのゲーム本気だカイロソフトドラえもんのどら焼き屋さん物語お楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。ドラちゃんはさ、カン・デュセスのくじの世界がつながった、つながった、驚いたわ。時空不連続体かしら。見たところとても平和な世界のようね。つなげてくれてどうもありがとう。ミッドキューブを渡した。人の心とかインプットされてないタイプのロボット。とても平和な世界のようねと思った矢先に先住民からミートキューブ渡されるって絶望感半端なさそう。エステル的には絶望というより、あ、平和そうに見えてもここもやっぱそうなんだみたいな感覚なのかもしれないけど、まずそもそもなんでそんな物騒な文実装してんじゃ。ドラえもん結構のんでりな部分あるからしゃあない。よく知らんのだけど、もしかして家私は遠慮しておきます案件か。トイレントグリーンみたいなもんや。読もう、カン・デュセスのくじ、短編だから読みやすいぞ。側変えただけのいつものカイロソフトかと思ってたが興味出てきたやんけ。自分はまだ見てないがヒョンヒヨロもあるらしくて笑う。ミノタウロスの皿とか出てこないよね。この画像のタイトル、ドラ焼き屋さんのどの文字の左にいるキャラはひょっとして、おいしレッドヒョンヒヨロのウサギがいるじゃねえか。アイテムとしてヒョンヒヨロも出るぞ。ヒョンヒヨロがアイテムとは藤子歌も大歓喜。もちろんしっかり出る。なんかビフ的プレゼントできるみたい。ドラ以外の F 作品も出てくるとは聞いていたが、まさかのカン・デュセス。頭のネジ外れてるからしゃあない。ヘンリーおじさんよ、優しい人だった。ゲームの説明末尾あたりにゲームを進めているとのび太とドラえもんがミキサーにかかるという噂もとかいう意味がわからぬ文言があるのだが、どういうことだ。のびえもんじゃね。ああ、あれか、よかった、ミートキューブの素材にでもなるんかと一瞬マジで一瞬思ったわ。その辺に落ちてるヒョンヒョロを拾うこともできるらしいな。思ってたより自分みたいなにわかもガチ勢も楽しめるタイプっぽいな。今やってる最中だけど、星野すみれとかドンジャラ村のホイ君一家とか出てくるのかしら。わあ、ドラえもんのゲームだ。とウッキウキでダウンロードしたお子様がミノタウロスの皿、どんな作品なんだろうと調べる可能性。手ぐすね引いて待ってます。みんなで藤子ファンになろうよ。 PV しか見てないけどヒョンヒヨロのウサギおったよね。もちろん出るアイテムとしてヒョンヒヨロもある。ヒョンヒヨロがあるなら誘拐は実行されないからいいか、いいのか。プブイの周辺の建物消して点拡大してるところ増えた。あれ原作だと大陸自体の面積を増やす道具じゃなかったか。それだけでもやべえのに、このゲーム空港を作れるらしいからな。住宅街のど真ん中に飛行機が飛んでくるの怖すぎる。なんでも空港は原作でも空き地に置いてたはずから、セーフアニメだとパーマンが吹いてたけど、このゲームでも空飛べる人たちは空港から入店するようになるから再現度すごう。ドラえもんやパーマンどころか藤子作品オールスターらしくて笑う。だからこそ旧太郎不在が惜しまれる。あれ ?PV にいなかったっけ、気のせい。ダイレクト見た時から目はつけてたけど、やっぱり面白そうだなこのゲーム。これやったけどやばいな。カイロソフトゲーは少し遊んだことあるけど、これ格段に遊びやすくて時間がゴリゴリ持ってかれるわ。でもいきなり住宅街にこんなアミューズメントパークできたら面白そうだよね。近隣住民は地獄だろうが。多分ここまで存分に秘密道具使えるドラゲー初めて見たかも。他だと大体没収、故障、なくすが定番だったから。ドラえもんしかほぼ知らないにわかでも絶対小ネタまみれだよなって伝わってくる。カイロソフト社員に藤子作品ガチ勢でもいたんだろうか。ちょっと高いけど版権料なら仕方ないなぁと思ってたら、普通に普段のカイロソフトのゲームよりボリュームあってビビる。マジで値段はドラえもんだし、まあ許容範囲内だったけど、ボリュームもしっかりあるんだ。ストーリーとかあるし、グラフィックもいつもと違って割と流用少ない。ストーリーあるんだ、めちゃくちゃ力入れてる感じでいいね。買うわ。歴代映画ゲストに読み切りキャラまで確定してるのすごいな。藤子 F 不二雄オールスターかよってくらいキャラいて笑っちゃった。いつものカイロソフト味を失わずにドラえもん要素入ってるからめちゃくちゃ楽しい。いつものカイロの喜び方なのにドラえもん勢がやっても違和感ないのよいな。
劇場版ボスどんどん倒して一瞬で劇場版終わらせちゃうの笑う。ドラえもん世界だから1年で終わる分詰め込まれててテンポ良いよね。まだ途中なんだけど1年で終わっちゃうの？エンドレスできないのか。1年でスコア集計なだけでそれ以降もプレイできるよ。ドラえもんズ出てくる？多分出てこない F 先生のキャラじゃないし。多分原作版兼キャラオンリーじゃないかな。ケチャップとマスタードぶっかけたドラ焼きも作ってみたかったが。特定のアイテム仕様とかでキャラクターが変化するの面白いな。原作要素を知ってれば知ってるほどこれ使えば良いんじゃないかってなるし、逆に知らなかったら調べるための動線になりそうでいいかもしれない。ドラえもんファンか抜きにしてゲームとしては面白いのかどうか気になります。特別藤子作品ファンってわけでもなく全然知らんなーってキャラもいるが楽しいよ。やることがどんどん増えるからやめときがわからなくなる。ジャイアンとツチノコのツーショットが出たときは笑った。ネタの拾い方が細かすぎる。公式動画にもあったけど、広々ポンプっていう秘密道具使うと店のスペースが広がるんだけど、その最終位の家屋が消滅するのは笑った。あれは自分も笑った。完全に地上げ屋ですやん。あれいつもの回路ソフトだと大体森林だから問題なかったのに、工作だと住宅だから問題しかないんだよな。カンビュセスのクジのキャラにミートキューブプレゼントする画像見たときは人の心なさすぎて笑った。いつもの回路ソフトゲーでランク5までかと思ったらランク10だと。ジャイアンが木こりの泉でトレーニングすると綺麗なジャイアンが出てくるの笑った。このレベルの単体作品でなく作家の小ネタ全般が盛り込まれたゲームってアトムハートの秘密を思い出すな。キャラクターが豊富なだけじゃなくて、そのキャラクターに応じたアイテムやイベントも用意されているのが嬉しい。周年記念作品としてふさわしいものにしようという心意気を感じる良作。この手のゲーム初めてなんだけど、時間がどんどん溶けていくな。トントン拍子に店が発展していくもんだから、やめじがマジでわからん。あとトレーニングでピーナッツ食わせたらのび太だけやばいことやってた。投げる方、それとも目で行く？カイロソフトさんは基本的に時間を溶かすゲームだからな。のび太けん玉も一人だけ足でやったりするんじゃなかったっけか。今までカイロソフトのゲームやったことなかったけど、すごく楽しいし、 F 作品の小ネタ多すぎて無限にニヤニヤしちゃうわ。ドラえもんの何気ない1コマのネタ、スライム、ヨーヨーで遊ぶドラえもんと、まで拾ってるのすごすぎる。射的とあやとりは知ってたけど、けん玉もすごいのかのび太。基本的には、全然できないって描写の回が多いんだけど、架空人物卵のエピソードと、一回だけ器用にも足でけん玉を持って遊んでるコマがあって、このゲームだとけん玉のトレーニングの時にその足でけん玉をやるのび太が再現されてる芸コマ。Steam 版やスマホアプリ版も出るそうだが、いつぐらいかな。 Steam 版買うつもりだけど、人がやってるの聞くとスイッチ版手を出しちゃいそうだから早くしてほしい。俺の理性が聞くうちに早く。カンビュセスのくじとかヒョンヒヨロとかのネットで有名な話はわかるけど、正直ネタの大半を拾える気がしない。X で見たけど、原作で1回だけ出たスライムで遊んでるドラえもんのネタも拾われてるらしい。ドラえもん読者、大長編の他にその他投稿作品までゲストに出るんですか？カイロソフト短編シリーズ一つ一つからも出ますよ。予想をタケコプターで超えてきやがった。旅館風の制服に変えるとドラがこの格好になるの細かすぎて笑う。この単発回の数コマしか出ないコスプレやぞ。序盤にビー玉拾って絶対あのキャラに渡すやつじゃんと大事にしまってたんだが、案の定判定だった。ゲーム TV 見てたらエモドラン映ってて驚いた。もしかしてワサドラ映画のキャラも出てくるのかな。エモドランは原作の大長編にもいたから選出されてる。 F 先生が関わってないオリジナル映画からは選出されてないはず。さすがにいないか。教えてくれてありがとう。モブ、悪の組織がいるから助けてほしい。自分、ホーンパーマンあたりなら敵役かな。あ、誘拐犯のくせにヒーローとして選択できるの草というか、モブ役の人もこれ銀河超特急に出てた人だろ。確かにちょちょいのちょいではあるな。売り場とゾウと空き地密集させてリサイタルするの気持ちよすぎる。リサイタルってなんかプラスの効果あるの？
評判は一時的にめちゃくちゃ落ちるけど、オーラ発生させまくって商品大量に買ってくれたり速度が上がる。これ探索するキャラによってもイベント発生するしない変わるのか、思い出の土の子発見がどうやればいいのかさっぱりわからずにいて、シーン切り替えでジャイアンがなんかしてたなと試しに探索ジャイアンにしたら砂漠でイベント来た。まだ序盤だけど、のび太の先生はいるよ。ちなみにのび太の先生の本名は公式には不明で、我が名は日テレ版ドラえもんのオリジナル設定、栄一郎は大山ドラで先生が栄一郎って呼ばれてるシーンがあったことから両者を掛け合わせた非公式ネーム。ドラえもんがしずちゃんって呼んでるの見て、このゲーム本気だってなった。ドラえもんが一回だけしずちゃんって呼んでた。確かしずかちゃんが加入するストーリーけど、それ以外だと普通にしずかちゃん表記になってたような。もしもボックスがただの遊び道具だったのはちょっと残念。もしもこの料理の仕上げをゼロゼロがやっていたら、みたいに入れ替えたりしたかった。もしドラ焼きの仕上げをドラザキットがやっていたら、せめてケチャップ&マスタード、ラー油&酢醤油、タバスコ、カマンベールチーズのトッピングを DLC で追加してくれねえかな。ミニゲーム地味に難しい、影とかわかるかってなるキャラがいる。無駄特技のカウントダウンが人生で役に立った。誰か、確か女性キャラに松茸あげたらママとの喧嘩が終わった旨の新聞記事出てきたんだが、小ネタいろんなところにあるのな。チンプイのカスがエリちゃんだね。ちゃんと原作ネタなんやね。ドラゴンボールで未来の西の都再建とか、ヒロアカでポケット学園やらせるとか、コナンでポアロ経営するとか、いろいろ夢広がるし、マジで良いコラボだ。ヒーロー戦隊経営とかもあったから、マジでできない作品がないよね。カイロソフトプレイヤー、ドラえもんファン、F 先生ファンそれぞれから好評なのいいね。スイッチのランキングで1位くあたり、さすがドラえもん強い。